こんなにチリチリパサパサな髪の毛でもサラツヤな髪にすることができます。チキチキこんにちは、表参道ヘアアーティストあやまるです。髪がダメージなのか年齢なのか、ヘアケア商品を変えたからなのか、髪の毛が前よりもチリチリパサパサになってる、アイロンを通してもなかなかサラツヤな髪の毛にならない、そう悩んでる方多いんじゃないですか。そこで今回はサラツヤ髪に近づける方法を7つにまとめてきました。そのまま放置してしまうとパサつきだったりチリついた髪の毛がさらに悪化してしまうので、ぜひ最後まで見て改善していきましょう。はい、それでは説明をしていきます。まずサラツヤ髪に近づける方法7つを紹介する前に、髪がチリチリだったりパサつく原因を抑えておかないと意味がないので、まずは原因から説明していきます。なぜ髪の毛がこんな風にチリチリだったりパサパサになってしまうのかっていうと、それは髪の毛の水分が不足しているからです。水分がなくなってくると乾燥して髪の毛一本一本がふわーっと軽くなって、いろんな方向にふわってなっちゃいます。そうなるとこんな風にボサボサの髪の毛に見えてしまったりとか、チリチリパサパサの髪の毛になってしまいます。髪の毛の水分が不足してしまうのは髪の毛のダメージが大きく関係しています。特にカラー、ブリーチだったりパーマをかけている方の髪の毛はダメージが蓄積してしまって、髪の毛の水分が抜けやすくなっている状態です。髪の毛はダメージを受けると髪の毛の表面にあるキューティクルという髪の毛の蓋の役割をしているものが剥がれてしまいます。キューティクルが剥がれてしまうと、もう蓋がパカッと開いた状態になるということなので、その穴から髪の中の水分だったり栄養が外に出ていってしまって、水分不足になるということですね。カラーやパーマだけでなく、アイロンだったりドライヤーの使いすぎによる熱のダメージにも注意が必要です。今お話ししただけでも、髪の毛にダメージを与えないことがいかに重要かはきっと分かっていただけたかなと思うので、注意して髪の毛は扱うようにしましょう。はい、それではここからは実際に髪の毛をサラツヤにする方法を7つ紹介していくんですが、実際に私がこのパサパサチリチリうねうねの髪の毛をサラツヤにしていく工程をお見せしながら紹介できればと思うので、まず一旦私も頭洗ってきます。はい、今髪の毛を濡らしてきました。今の私の髪の状態は、一度頭洗ってタオルドライが終わっている状態です。それではここからサラツヤにする方法一つ目です。それはミルクタイプの洗い流さないトリートメントをつけるです。ミルクタイプの洗い流さないトリートメントは油分以外にも髪に必要な成分を配合している製品が多く、保湿力だったり補修力が高いものが多いです。なのでタオルドライ後の洗い流さないトリートメントはミルクタイプがおすすめですね。私ぐらいの髪の長さだったらこのぐらいがおすすめです。髪の毛全体になじませるようにつけていきます。外側も内側もしっかりと均等に半分にめくってもらって、この間の部分とかもね大事ですからね。特に広がりが気になる方はこの中の方もしっかり広がるところ中心に塗っていくといいかなと思います。はい、こんな感じで手ぐしでざっくりトリートメントをなじませることができたら、次に目の洗いコームを使って全体にまんべんなくさらに均等にトリートメントがつくようにしていきます。この時無理やり溶かさないで優しく優しく溶かしてくださいね。はい、こんな感じでトリートメントを髪の毛全体になじませることができました。そしたら次にここから乾かしていくんですけど、ここでポイントが2つあります。髪の毛をサラツヤにする方法の2つ目のポイントの正しい順番で乾かすこと、そして3つ目のブラシを使って軽く髪の毛を引っ張りながら乾かすこと。髪の毛は乾きやすいところと乾きにくいところありますよね。なんか普通にドライヤーしててもなんかここだけ濡れてるなとか、しっかり乾いたなと思ったけどなんか湿ってるって、しかもその部分っていつも同じじゃないですか。まずは乾きにくいところから乾かして、その次に乾きやすいところを乾かしていく感じですね。ただ例外として前髪は先に乾かしておくといいかなと思います。なぜかっていうと前髪って量が少なくって髪も細いので変に跡がつきやすいです。なのでこう私みたいにつむじがあったりとか変にうねる方はもう一番最初に乾かしてください。でその後に最も乾きにくいこの後ろのところですね、つむじの下ら辺、この首のところです。この後ろ部分の根元からドライヤーを当てていきます。でこの首の後ろのところが乾いたら、その上だったり左右に乾かして乾かす範囲を広げていくっていう感じですね。でここで注意したいのは髪の毛の根元だけ乾かすっていうところです。先に毛先まで乾かしてしまうと他の根元の部分を乾かすときに熱風がもう乾き終わった髪の毛にもまたさらに当たってしまうっていう状態になってしまうので、さらに乾燥が進みそれがダメージにつながってしまいます。あとブラシを使って軽く引っ張りながら乾かすことによって髪の毛がまっすぐにまとまり、癖も伸びてくれます。
でもあんまり強く引っ張りすぎると切れ毛だったり抜け毛の原因にもなってしまうので、そこは注意しましょう。なのでまずはこの後ろの部分の根元を乾かしてから、全体の根元乾かして、最後に毛先を乾かすっていう感じでやっていきましょう。はい、今が8割ほど髪の毛を乾かした状態になります。若干湿ってます。ここで4つ目のポイントです。それはヘアオイルで髪の毛をコーティングするです。8割ほど乾かしたら、ここでヘアオイルを塗って髪の毛をコーティングしていきます。ヘアオイルでコーティングすることによって髪がサラツヤになるし、外からの熱だったり摩擦といったダメージから髪の毛を守る働きをしてくれます。ではヘアオイルを塗っていきたいと思います。特にこの中間毛先の部分はパサついたりとかうねりが出やすい部分になってくるので、重点的につけていきます。余ったのも表面だとかちょっとパヤパヤしてしまいがちなところになじませます。はい、これでオイルをなじませることができたので、またドライヤーで乾かしていきます。はい、これでほぼ全部乾かすことができました。そしたらここでポイント5つ目、仕上げに冷風で乾かすです。仕上げに冷風で乾かすことによって髪の表面のキューティクルが整ってツヤが出ます。なので最後の締めは冷風で乾かしていきます。はい、これで髪の毛を完全に乾かすことができました。どうですか、最初と違ってだいぶまとまってますよね。すごいツヤも出てますね。なんといっても収まりが良い。やっぱり若干私の癖がまだ出ておりますが、ここからはさらにサラツヤにするためにストレートアイロンを使って仕上げていきます。このストレートアイロンを使う前にも6つ目のポイントはあります。それはもう一度ブラッシングをするです。やっぱりドライヤーの時にどうしても絡まりやすくなっているので、再度ブラッシングでもう完全に絡まりがない状態の髪の毛のベースを作っておきます。はい、この時も優しく優しくですよ。もう完全に絡まりがなくサラサラツルツルです。この状態を作ってからアイロンを通していきます。はい、でさらにここで7つ目のポイントです。それは低めの温度でストレートアイロンを使うです。ストレートアイロンを何度も何度も通したり、高い温度でアイロンを通すと熱や摩擦によって髪の毛をダメージさせてしまいます。この時のアイロンの温度は140度がベストです。で、なるべくアイロンを通す回数を少なくするためにここでブロッキングをしていきます。だいたいこの頭の部分を下から1、2、3、4、5層に分けてアイロンを通すとすごく仕上がりが綺麗になります。まずは最初の1段目、だいたい耳下ぐらいですね。耳下ぐらいで髪の毛を分け取ったら、ピンかゴムで髪の毛を固定させておきます。で、この状態でアイロン、もう1回で済ませるぐらいの気持ちで通していきます。もう最初のドライヤーの時点でしっかり癖は伸びていると思うので、そんなに何度も何度もアイロンは通さなくてもいいかなと思います。はい、2段目、次は耳上ぐらいですね。左右に分けて同じように通していきます。で、最初に通した部分と混ざっちゃうって思う方いると思うんですけど、全然混ざっちゃっても大丈夫です。変にアイロン漏れが起きるぐらいだったら、軽く下の部分も一緒にすくって、さっきアイロン通したところも一緒にアイロンをしちゃった方が最後の仕上がりがすごく綺麗かなと思います。はい、次はこめかみぐらいですね。こめかみのところでぐるっと3段目。このね、特に顔周りとか私も癖が出やすいので、ちょっとゆっくりめにアイロンを通していきます。もう全部1回通りで全然まっすぐなりますね。これもミルクタイプでしっかり内部補修して、オイルでコーティングして、しっかり乾かして、ベースがあった上でアイロンを通すとすごいやりやすいです。癖だったりボリュームが抑えやすいです。もうアイロン軽く通しただけでもすごいまっすぐで、めちゃめちゃツヤも出てくれます。はい、次が鉢周りですね。全然1回通すだけで十分。顔周りとか癖がちょっと目立ちやすいところは少しだけゆっくりめに通してあげるといいかなと思います。はい、そしたら最後表面ですね。表面は特に見えるところなので、ちょっとしっかりめに、そしてアイロン2回までは OK です。やっぱり見えるところはね、より重点的にやっていきたいですよね。おお、サラサラ。はい、で最後に前髪も軽くアイロンを通します。はい、どうですか、見てください、このツヤ。最初の髪の毛とは全然違いません。すぐ頭皮に手が到達するというか、さっきまでのふわっとした髪の毛って、もう髪の毛のボリュームが多すぎて頭皮に手が届かないっていう現象が起こるんですけど、もう今の状態だともうすぐ頭皮、頭がすごくちっちゃくなった気がする。マジでめちゃくちゃまとまりました。そしてめちゃくちゃツヤツヤ。いや、もうこれは大成功ですね。
皆さんもぜひやってみてください。また今回紹介した7つの方法は実際に髪の毛をケアしていってサラツヤにする方法なんですが、そもそも乾燥しにくい髪の毛を生やすことも重要です。乾燥しにくい健康な髪の毛を生やすためには健康な頭皮が必要です。頭皮マッサージをしてあげたり生活習慣を見直すことで健康な頭皮は作れます。髪の毛の土台作りもヘアケアも頑張っていきましょう。今日の動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンお願いします。下にコメント欄もあるのでたくさんコメントもお待ちしております。そしてあやまるビヘアチャンネルの公式 LINE もあります。 LINE を追加していただくと5つのプレゼント動画もありますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。